はいどうも、ケンジです。よろしくお願いします。ということで、今回もバンティラシューやっていきましょう。ということで、はい、今回はですね、はい、今来てるイベントメダル。はい、こちら、ホールケーキアイランドのメダルが来てるんですけども、こちらですね。はい、チョッパーメダルとペドロメダルと、はい、こちらのイベントメダルが使えてくんのかという話になってくるんですけども、まあ、まずはこちらチョッパーメダル、自分がいるお宝エリアに味方がいないとき、脱出速度が 8% 増加すると。うん。まあね、あの、脱出速度 8% 増加するのはかなりいいんですけども、うん。まあ、チョッパーって言ったらね、やっぱりタグがね、まあ、結構少ないっていうところもあって、まあ、これでね、脱出速度 8% つけるんだったら、ドフィメダルをつけて、それを主体に、脱出速度を上げていった方が間違いなくいいので、このメダルに関して言うとね、多分ね、今後使うことはないとは思います。はい。まあ、なんですけども、一応まあ、1個ぐらいはね、作っておいた方がいいかなというふうには思いますと。うん。じゃあ、続いてこちらペドロメダルですね、敵を感電状態にした時スキル1のクールタイムを 4% 短縮する。はい、ということで感電状態を、まあ付与するね、キャラクターにもってこいのメダルになってきます。はい、まあタグの方に関して言うとね、まあまあ正直まあこのミンク族のね、あのキャラに関して言うと本当にタグが少ない、うん、なんでまあ使えてこないっちゃ使えてこないんですけども、まああえて合わせていくなればという話になってくるんですよ今回。はい、でまあね、本当にまあ他の方がたちはね、やっぱりね、ガチャね、引いてね、まあこうね、波ブロック強いなみたいな感じでこうね、皆さんお話ししてるんですけども、はい、いないです。いないので、はい、まあね、だったらね、イベントメダル考えてやろうということで、まあ今回出てきたのがですね、はい、まあ、感電状態を付与するキャラクターに、さらに感電状態を足そうよということで、こちらのゴロゴロ、そしてペドロメダルと、はい、いう感じになってきます。はい、まあ、ゴロゴロ2種にしてもよかったんですけども、まあ、これをね、これを2枚つけてもよかったんですけども、まあ、まあ、正直これに関して言うと、ちょっと弱点もあるんですよね、固有特、この固有特性。まあ、それをちょっと今からお話しするんですけども、はい。で、まあ一応ね、こういった感じの、タグ合わせのために、まあこういったね、エネルをつけてる。そして、こちらのエネルの方を、推奨します。もう一個のエネルの方は、まあ無視でいいです。使うんだったらこっちですね。スキル1のクールタイムを 13% 増加すると、はい、いう感じになってるので、ぜひこちらを使ってください。はい。でですね、まあ、合うキャラクターとかで言えば、まあ今のね、ナミ。うん、こちらに関してもかなりいいと思う。うん、で、あとはですね、ここにでっかいいる、でっかいおばさんね。はい、まあ、こちらの方のをね、まあ、今回使っていくんですけども、まあ、マムで言えば、はい、こちら、スキル1、よこせ、こちらの無敵ね。はい、これを短縮させていくっていう感じですね。はい、まあ、なんで、まあ、この無敵を、駆使してやっていくと。じゃあ、まずはですね、この感電状態付与とは、まあ、どういった状況で起こるのか、そしてマムの感電は 50% の確率で、敵に感電付与をしていく。はい、なのでここをねちょっと注意しながら今からちょっと検証っていうからね、それをやってるんでちょっと一回見てください。どうぞ。はい、ということでですね、まあこちらがね今ね、ゴロゴロのさっきのやつ2枚と、ペドロメダルをつけております。で、まあね、ここで感電した時に、メダルの効果をしっかり受け入れてるのどうかの、確認になってきますので、まあこの次にね、敵感電した時に、はい、ということで、まあ 4% 分はね、しっかり、短縮はしております。なのでメダルの効果もね、感電状態として、まあもちろんなると。はい、で、こちらのマムに関して言うと 50% の確率で相手に感電付与をしていくわけなんですよね。で、まあこれ一発で KO してるんですけども、感電して KO してるパターンがあるんですよ。要は感電と KO が要は同時に進行してる場合、こちらに関してでも、しっかりね、感電の、状態付与という形でね、しっかりなっております。なんで、50% を引けず、ただこのビリビリに当たってしまった場合は、もちろん感電はしてませんので、そちらの場合はね、4%短縮の方は、しないと。
はい、いう形になっておりますと。はい、まあなんでマムの場合はね、若干当たってんのになんか、ならないとかっていう感じはあると思うんですけども、ねそれはね関連状態付与ができていないっていう単純なことなので、皆さん気をつけてみてください。はい、まあということでですね、メダルの効果、ゴロゴロのメダル、そしてマムの 50% の、あれはね、しっかり、4パー短縮、していくので、ぜひ皆さんね、やってみてください。それではリーグいきましょう、どうぞ。はい、それではやっていきたいと思います、よろしくお願いします。はい、いう感じで、まあ今回ね本当にね、もうマジで今日という日はめちゃくちゃ忙しいはずなんですよ。はい、まあなんでって言ったらね、まあ新しいキャラクターが出てくるからそれを引く、そしてそれの、感想動画を出す、そして明日のリーグバトルを出すっていう風にね、かなりのね、忙しい日なんですけども、今日めちゃくちゃ暇でしたね。もう暇でさっきまで寝てましたわ。はい、まあなんで、まあ頑張っていきたいと思いますと、さあ、まあ今回ねしっかり感電状態付与して、このスキル1の無敵を短縮していくという感じですね。はい、まあなんで、よろしく。さあ、どうなる。あ、いや、おでんさんめちゃめちゃ頑張ってくれてる。さあ、待って、よいしょ、ナイス、オーケー。さあ、まあちょ、ここは裏空いてるんで、裏しっかり攻めていきたい。さあ、ここで何のフォローが来るんじゃないかな。なあ、ナミな、本当にな、飽きましたね、本当に。もうなんかめっちゃ楽しそうに使ってますやん。めっちゃ楽しそうに使ってますやん。さあ、まあここ一回取っちゃおう。さあ、まあこれ取って、真ん中どうなんだ、取れんかね。さあ、いや、ちょっと待って、敵武来た。ちょっとさすがに、ロージャー、ロージャーは無理やわ。ロージャー、肉、待ってです、これは無駄回避。お前、ケチュ。さあ、まあちょっとやられていく。さあ、まあなんで、真ん中、さあ、ブーストくるんで、まあこっち攻めていきたいっすね。はい、まあなんで、どこ行こうか。おでんさんが裏取ってくれてる、ナイスすぎる。さあ、じゃあ上を制圧しに行こうか。さあ、2度目のマム。さあ、感電をちゃんとしっかり付与していきたい。さあ、ここ取れるね。オッケーオッケーオッケー。ロジャーナイス前線上げ。それはめちゃめちゃ大正解。ありがとう。さあ、おでんさん、はい、開始、はい、とつかでしょう、はい、オッケー。さあ、ここは、感電をしていこう。はい、感電を付与をしっかりしてスキルを短縮していこう。はい、そういうこと、こういうことよ。そう、それである程度できたなと思ったら、こういう風に吹っ飛ばし合いいじゃないですか。はい、さあ、スキルがないはずだから、いやー、でもこっちも切れていく。さあ、まっ、あー、あるんかいあるんかい。さあ、そこは外せるよ、よいしょよいしょ。はい、さあ、あ、うわ、マジか、しっかりスキル1短縮できてたんですけどね。ちょっとマム、あ、さあ、ここ初期取れるで、裏ちょっと攻めてくれてる。上っすね、これ上取れるっすね、いけるっすね。オーケー、ナイス、桃源突か。さあ、この8番ですよ、めちゃくちゃうまいっすね。はい、まあじゃあ、ここはしっかり、まさかの3分目に五通りという気持ちいい終わり方、ナイスすぎる、ナイス。はい、それでは続いてやっていきたいと思います、よろしくお願いしますと。まあスキル1短縮はねしっかりかましてたんで、まあ、かなりいいんじゃないかなというふうに思います。まあただゴロゴロメダルのね影響がね、まあやっぱりしっかり受けないっていうところある。まあね、やっぱり今赤犬環境だからね、まあ状態以上向こう持ってるキャラクターがやっぱ多いって、あーごめんなさいということで。さあ、ちょっと待って、ここあんまりまだ溜まってないから攻めたくないですが、行きましょう。さあ、ここはね、オッケー、多分あれ入ったっすね、おでん、ナイスナイスナイス、オッケー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 。でこれでダウンしてもスキル1を短縮していくビッグマムの、めちゃくちゃな特性、最高すぎる。さあ、オッケー、あー、まあ行こくね。3発当たってなかったですね。さあ、ここは2フタ2、1なんでね、しっかり決めていきたい。さあ、犬がグレーン、ナイス。オーケー、トツカ出たのはかなりでかいっすね。さあ、オッケー。さあ、ここじゃすか、いえいえ、よいしょ、よいしょ、よいしょと、オッケー。さあ、赤犬さん、ちょっとフォローしてほしいな。いやーし、赤犬さん赤犬さん、さすがに21はきついっす。赤犬パイセン。オッケーオッケー、ありがとう。
さあこれで上制圧かな。オーケー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 、ナイス。さあこれ上制圧するとマジで気持ちよくないですか。マジで気持ちいいんですけど。さあ裏空いたんで裏しっかり攻めていきたい。これでちょっと 4-1 にしたいですね。はい。さあ、コビーなんで、全然いける。あ待って取られたか。いやまあまあまあ全然いいですね。はい、しっかりそれで真ん中、取られる。さあソロ、あー違うか。さあ、無敵、とりあえず無視とりあえず、向こうよりこっちの歩道を取りたい。うん、あっちを上げましょう。さあこっちのぶつかかってきた。さあコビーを買っていく。さあザクトレですもうソルは追いかけられん。はい、さあちょっと待って、ここね、まあ敵部来てるんでちょっと一旦引きましょう。はい、スキル1もしっかりね溜まってくれたんで、危ないっすねマジで。あとちょっと死ぬと思いました。さあこのおでん上上がってくるから、上がってきた。あ、オッケーオッケー、よしよしよし、じゃあ、していきましょうさあここで赤犬一回これ取り切りたいな。よいしょ、オッケー。さあ、オッケーと、さあこれで取れるかな。オッケー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 、でちょっと回復していきの、さあいける、オッケー。あーこれはちょっとあかんね。よしよしよし、まあただ上2つ下1点、下は大丈夫そう。あ上も大丈夫そうですね。はい、じゃああとはしっかり守っていこうか。あのモネ様のおー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 、雪山ができとるできとる。さあまああとはここも、あー危ねえ、よいしょ。さあ、まあここはもう握らせないように旗の中にいましょう。はい、ということでナイスです。いや強い。はい、ということでですね、終了でございます。敵お味方様ありがとうございました。ということで今回ペドロメダル、まあスキル1短縮、まあマムのね無敵をしっかりまあ短縮してたっていうのと、まあ個人的には波でこれやりたい波でこれを使ってみたい、それは。はい、まあなんですけども、まあ個人的なね、あるんで、もしね、波でこれ使ってみたいよっていう方がいたらぜひともコメントしてください。はい、ということでですね、今回はこれで終わりたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。じゃあね。